らいございます。あの携帯電話につきましてはマナーモードにされるか電源をお切りいただくようお願いします。それでは、定刻となりましたので、ただいまより逗子・葉山朝来会1月研修会を開催いたします。本日司会を務めさせていただきます、私は逗子・葉山朝来会会長の岡川と申します。よろしくお願いします。それではまずはじめに主催者であります逗子・葉山朝来会副会長よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。本日はまだまだ新年気分があり、週末金曜日のお忙しいところ、逗子・葉山朝来会1月研修会ということでご案内をしたところ、各も大勢の方に応じていただきまして大変ありがとうございます。実は想像以上にたくさん来ていただいているので上がっちゃっておりますが、失礼がなければと思います。逗子・葉山朝来会は浅尾圭一郎先生を支援するという趣旨と、もう一つ、地域の発展に寄与するというテーマをつけております。で、朝来会を構成する会員は、逗子・葉山で、商売をやっている人、事業をやっている人を中心に、その、従業員の方、ご家族、ご友人、知人、商売人を中心としてご縁のある方にお集まりをいただいている団体になります。今日は浅尾先生にご縁のある方はもちろんですけど、あまり先生にご縁のない方も たくさんお声かけをさせていただいて、また来ています。そもそも朝来会といいますのは、浅尾健次郎先生の朝と、朝商売人だったら、朝早い時間だったら仕事始める前に集まってちょっとみんなで勉強しようよ、いろいろ街づくりの話しようよというお声かけを、今日先生の隣にいらっしゃる市長に なられてしまいました霧ヶ谷市長さんが初代会長としてお声掛けをいただき、一部の仲間が集まったのが元になっています。さらに今拡大をしておりまして、大勢の方に会員としてご協力をいただいております。スタートはそもそも勉強したいね、街づくりみんなで考えようよっていうところなので、やはり研修を軸として今行事事業を開催させていただいております。先ほども申し上げましたが、今日はいいお話をたっぷり聞いていただけたらと思っています。本日の講師は、元リクルートキャリアの水谷先生、それからよろしくお願いします。また葉山石井牧場、葉山牛で、よく知られている石井さん、ちょうどこのタイミングで新聞記事で海の海岸の西海岸の問題とかそういった話も出てましたので、そんな話が来ていると思っていますし、逗子市長におかれましてはちょうど1年経って
いろんな思いが今爆発しそうな中で、それを伝えていただければと思います。最後に、我ら麻生先生にもぜひいろいろ今日進行を仕切っていただいてお話をしていただきたいと思いますが、本当に麻生先生にご縁のない方も今日の講師陣の素晴らしいお話が聞けるよ、ぜひ聞いてね。でその上で、麻生先生に興味を持ってくれたら嬉しいなぐらいのことで話聞きに来てねということでお願いしました。遅れてくる方もいらっしゃって多少賑やかかと思いますが、また今日はパネルディスカッションの形ですので、有意義なお話と意見交換がなされると思います。講談で質疑応答の時間も用意してありますので、ぜひ今日のお話あるいはこの講師にこういうことを聞いてみたいという方がありましたら後ほど時間も取ります。ぜひ、今日の会を有意義な時間を過ごしていただきたいと思うともに楽しんでいただければ幸いと思います。まとまりのない挨拶になって申し訳ありませんが、どうぞ今日、8時半予定ですがちょっと前後すると思います。短い時間ではありますがよろしくお願いいたします。ありがとうございました。菊池会長ありがとうございました。続きまして本日のパネラーをご紹介しご挨拶を頂戴いたしたく存じます。はじめに地域協力魅力化プラットフォーム代表理事水谷智之さんです。水谷でございます。水谷様は大学卒業後リクルートに勤務され、リクルートキャリア代表取締役を得て、現在は一般財団法人地域教育魅力化プラットフォーム代表理事、社会人大学院大学全館理事兼特任教授、アマチュア魅力化プロデューサーを務められております。経済産業省我が国産業における人材力強化に向けた研究会、内閣官房教育再生実行会議の委員会の委員でもあります。それでは水谷様ご挨拶をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。これはどれくらい10分。はい、わかりました。改めましてよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました水谷と申します。大半の方が初めましてになってしまいますが、これを機にぜひどうぞよろしくお願いいたします。限られた時間ですので、私が、どういう人物といいますか何者なのかという自己紹介をですね少し、させていただこうというふうに思っております。愛知県出身で、逗子にはですね19年ぐらい前から、住んでいる、まだ新参者であります。当時勤めていた企業が、東京の銀座が職場でありましたので、その時に私は日本地図5万分の1地図を東京湾1周分全部買ってですね、銀座に1時間半以内で通えるけれども自然の緑が家からあって、で、自然の海岸があって水揚げ漁港がある町というのをですね探して、昔の漁港マークとかを見て、で漁港に電話を漁協に電話をして、みたいな、実は逗子を選んだのはそんな経緯でありました。ちょうど子供が生まれるタイミングで、私自身がそういうところで生活をしたいという思いもありましたし、藤沢にその前は、賃貸で住んでおったんですけれども、渋滞が、ちょっと私は耐えられなくて、子育てそして、自分の、ために、逗子を選んだというのが最初でありました。3年前まで、私は民間企業でリクルートという会社で、これ人材ビジネスです。これは、何万社の企業様の採用の手伝いや社員育成のお手伝いを、するという、事業を30年間携わりまして、その間にですね、リクルートという一つの組織の人事の取締役なんかをやりながら、リクルート自社の採用であったり育成であったりということを、ずっとやっておった人間であります。3年前にですね、50で1回辞めようというふうに、決めておったんですが、ちょっとずれましたけれども、辞めて、大体50までにはほぼ全員いなくなるという変わった会社なので、辞めまして、私は一番最古参
同期 1000人のうち の最後の40人目ぐらいでありましたけれど、で今はですね、逗子に家族と共に住んでおりますが、島根県にですね、縁もゆかりもないんですが、島根県に今単身で半分今日は島根に住んでいます。毎週島根と逗子を行ったり来たり、飛行機に年間100回乗るというですね、体に悪い生活をしております。島根県では、何をやっているかというとですね、島根県というのは逗子や神奈川とは違って、日本でも最も、日本で一番、どこにあるかわからない県というので 有名な、皆さんは場所わかりますでしょうか。いつも鳥取と島根 と、順番がわからなくなるというですね、島根県に行くと、T シャツが売っていて、鳥取じゃない島根ですっていう T シャツを売っていて、そういう自虐的な、ところであります。ということは何かというと、人口流出がものすごく激しいところであります。で、若者は大半が県外に出ていきます。ものすごい勢いで、人口が減って、今はもう70万人、県で70万人になった県であります。でこの地域の未来を考えたときに、若者が集まる地域というのはどうやって作るのかということが県民性の一番大きいテーマであります。なので、私は、県の職員にはならない立場ではありますけれども、島根の県庁や知事さんたちとこの島根に若者が、溢れる県をもし作れるとしたら何なのかということを島根ので今やっていて、それはある意味で言えば30年間やってきたこの人材、人が集まるというのは、若者が生き生きするというのは何なのかという、テーマをやっていたので、形はだいぶ、違いますが、延長線上で、やっているというような仕事をしています。そしてもう一つはですね、地域づくりではこの島根県にはですね、日本海の沖に、ポコッと浮いている沖ノ島というですね、島根県の位置より沖ノ島の位置の方が皆さんイメージがつくかもしれませんが、沖ノ島というところにの4つ島があるんですが、そのうちの1つに海士町という海に武士の士という字で海士というんです。昔後鳥羽上皇が流されたり、後醍醐天皇が流されたり、要は、米も水も含めて全てあるけれど帰ってこれないほどひどいところ、いうのが日本は歴史上では八丈島と沖ノ島なんです。この沖ノ島に今海士町という人口2300人のわずか2300人の島がありまして、私は今この島の、経営顧問をやっておりまして、これもテーマは同じです。この地域の未来や新しい事業をどう作るか、若者が集まる島にするにはどうすればいいのか、いうことを今は仕事としてやっておりまして、なので松江が大半、半分ぐらい松江に住んで、そこから海士町に行ったり霞が関の仕事に東京に戻ってきたりという生活をしております。で、海士町という島はですね、テレビにしょっちゅう出ているので、もしかしたらご覧知ってる方もいらっしゃるかもしれない。先週も NHK の逆転人生で出ていましたけれども、これは人というよりは島が逆転人生ということであります。日本で今唯一、人口増になっている島でありまして、で、2300人の人口のうちの 15% 350人が外からやってきた I ターン者で成立していて、この島のリーダーたちは全部外物が、全部というと大げさですけれども、外物のエネルギーで動いている島でもあります。この、何が人を引きつけるのか、もっと言えばそうは言っても移住者350人の移住者に私のようになれなくて、住民票寿司ですから、でも、海士町のために働くという、今の言葉で言えば関係人口とか、こういう考え方だと思います。そういう形で偶然今有名になって、地方創生 の一つの星のように扱われることの多いちょっと変わった島で、島の経営に携わっているという人間でございます。いつも家内からですね、あんた外のことば、浅尾さんにも浅尾先生にも三瀬さん、外のことばっかりじゃなくて少しは逗子のこともというふうに叱られておりまし
なかなか、今までお役に立ててはいないんですが、まあ、これを機に、皆さんとも、大切な、関係でいられればというふうに思っております。改めましてよろしくお願いします。ちょっと時間がかかってますか。ありがとうございました。続きまして葉山石井牧場代表石井雄一様です。石井様は葉山町上山口の石井牧場においてブランド牛葉山牛の生産を行われています。神奈川県内で肉用牛の牧場として初めてとなるパサップ認証を取得され、徹底した衛生管理で健全な飼養環境を疫病減少にも成果を上げられています。地域に関わる取り組みにも積極的に参加されており、直近の話では1月7日の神奈川新聞に国の対比化で磯焼けを防ぐとしてその取り組みが紹介されました。それでは石井様ご挨拶をお願いします。今ご紹介に預かりました、葉山町在住、石井牧場石井雄一と申します。どうぞよろしくお願いします。私ちょっと喋るのが、まあ、苦手でして、いつも相手してるのが牛と、野菜のもので、ちょっと、不慣れなところがありますので、ちょっとどうぞよろしくお願いします。私の、今までの、そうですね、生まれてからの経緯を簡単に説明させてもらいますと、昭和50年葉山町で生まれまして、農業高校を、卒業しまして、三重県四日市、門脇牧場で、修行した後に、地元の葉山に戻ってきまして、19歳で、父親のもとで就農しました。それから、農業と畜産業をやりながらですね、23歳の時に、畜産の方の経営をすべて父親に委託されました。それでやってきましても、畜産の方は、風評被害、O157BSE とあり、結構苦しい時期をずっと過ごしてきました。それでも、めげずにずっと、畜産業農業をやってきまして、今こう44今なりましたけれど、新しく今年ですね、自分の作ったものを自分が評価して、それを消費者の方がまた評価してもらえるようなお店を作りたいと、今動きてまして、葉山町の上山口の山のちょっと県道と自宅の中間地点にですね、葉山マルシェという、お店をオープンする予定で動いています。そこではですね、ここにもあったような、ハサップという、衛生管理を徹底した、安心安全なもの、証明書が出せるぐらい安心安全なものを作ろうと。で、なんで葉山で店を出すかっていうのは、地域の方に食べてもらいたいからなんです。なかなか葉山牛、名前聞くけど、なかなか高くて手が出ない、なかなか食べれないとかあると思うんですが、地域の方に、本当、多くの方に食べてもらいたく、霜降りにこだわらない美味しさの、牛肉を、今後作っていきたく、葉山町上山口にお店を出店することを決めて、今の建築所です。自分なんですが、こういう新聞載せてもらったり、地域の活動に参加させてもらってるんですが、やはりその自分はすごい地元が大好き、もう生まれも育ちも、もう葉山、僕が分かる範囲で石井家の当主として9代目ですかね。やはりあの地域の方にお世話になって、あの葉山というブランドで要は食べさせてもらってきたっていう、気持ちがすごいあります。なんか地域の人に、要は協力ができないかってことを常日頃考えながら、送っているわけですが、このウニの駆除の方も磯焼けして取ったウニをどうするのって聞いた時に、いや行き先がないと、じゃあやったことないけど堆肥にしてみようか、堆肥にする技術は僕ものすごい勉強したので持ってますので、じゃあ僕の技術を目いっぱい生かして堆肥化してみようと、これをまあ循環して、地域の農家さんに届けたり、まあ、ボランティアで畑を持っている方に提供したりと、なんかそういう取り組みが、円滑に回っていかないのかなっていうことで今回参加させてもらったことです。はい、まあ、ちょっと喋るのが苦手なのでこの辺で、すいません。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして寿司市長桐ヶ谷悟様です。はい。桐ヶ谷様は大学同僚桐ヶ谷材木店、現在の桐ヶ谷入社、1992年に代表取締役に就任され経営に当たられてきました。2015年より逗子商工会会長、逗子観光協会会長に就任され、地域の振興活性化に尽力されてきました。
2018年、逗子市が陥った財政難への強い危機感から市長選に立候補し当選。経営者の視点から逗子ならではの発展を目指すさまざまな政策を実行されています。それでは市長、ご挨拶よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。ご紹介いただきました。今は逗子市長の切り替えでございます。その前は町で商売をやってた切り替えでございます。本当に思いはですね、1年経ちました。一昨年の12月の25日が初登庁でして、まあ、最初はもう右も左もわからない世界入ったものですから、痩せるかなと思ったら痩せませんでした。まあなんとか1年ほど経ちまして、一通りこう1年の流れっていうのが分かってきて、この今年入ってからは本当に随分精神的にも気分的に楽になりました。また入って役所入ったらすぐ年末ですから、暮れの消防の巡回とかですね、年明けると出初め式だ、駅伝だ、成人式だ、あれはもう3連チャンでバタバタっと来るもんですから、もう敬礼の仕方も僕は分かんないんですね。あの消防の頭右って言ったら抜きますから、そこで敬礼してくださいと。で、市長が先に手を下ろさないと隊員はもう手を下ろせませんって言って、どこで開けてどこで下ろしてるかもそれすら分かんない中で、やりながらですね、まあ、今年2度目は随分気分的にも、はい、楽になりました。まあ、漫談やってても時間もったいないものですから、今日ちょっとお話しさせていただきたいのは、今逗子としてこの財政危機ではありますけれども、どういう方向に行くのかっていうのを今年、昨年からこう打ち出してきたさまざまな考え方、これを今いよいよ実行に移す時というふうに思ってまして、年初の部下長会、あとはいろんな機会にその方針として私はこういうことを考えてますということをお話をさせてもらってます。まあ、その一端をですね、市民の皆さんにぜひご理解いただいて、まあ逗子市はこういう方向に行こうとしているのかということをご理解を賜ればというふうに思います。まあ、女性が活躍できる街にしたい、これがもうキーワードです。こうした理由はですね、まあ、逗子の立地からしまして、東京まで1時間半、そうするとこれが100キロぐらい離れてしまいますと、ご主人もその地域内で仕事が得られない限り、家族で夫婦でも移住してしまうということが起きます。ですから、まあ、ご主人は東京、横浜、まあ、そこ行って稼いでくれと、で奥さんはその子育てしやすいこの環境だということで逗子に来られて、そして逗子で子育てされている。しかし子育ても中学に入るぐらいになると、まあ一区切りつけてですね、そろそろ社会復帰したい、仕事もしたい、こう思います。そうすると女性の方もそこからまた東京に行くのか横浜に行くのかっていうのは、これはなかなか厳しい。やはり地域でどれだけ仕事が誘致できるのか、まあ、これが財政再建で企業誘致しますと僕が宣言しながら選挙を戦ってまいりました。でその企業誘致の方法も、逗子はもう工場ができるとか、今の圏央道の周辺は倉庫として物流としてものすごい愛好群ですとか、あっちはもう大変な活気を呈してますけども、逗子はもうそういうところでもない。やっぱり女性が働けて逗子らしい中でやるには何があるかっていうとですね、例えばデータベースを加工する仕事ですとか、そういったところをどうやってこう誘致しながら企業としてこう起こせるか、そこで10月の25日にプラットフォーム逗子ビズっていうのを立ち上げました。これは国の補助金を申請しようとすると勝手にはこう出せませんので、行政から国に申請を上げる、そしてお金が行政に入ってくる、それで交付されるって、まあ、こういう流れになるわけですが、要は逗子を使って何か挑戦してみようと、実証実験やってみようと
思う人はどうぞ行ってきてくださいとご協力します。その代わり普通はまあ 100% 補助金っていうと 100% 出るわけですけど、そういうのはめった珍しくてですね、大体が50とか30とかそういうのです。じゃあ残りは普通は行政が補填するんですけども、その金がないと、お金足らない部分は自分たちで工面をしてください、ただ申請はどうぞやってください、こういう今呼びかけをしました。そうしましたら今会社はですね、50社ぐらい NTT ですとかKDDI ですとか JAL さんですとかいろんなところが申し込みいただいて、今いろんなものが動き出しています。今簡単に、言いますと3つ動いてまして、1つは地域電力を考えると、こういうことで環境省の補助金100、これは 100% でした。これをいただいて今この2月までに、レポート出して、まあ、実際にお話伺っているとこれが4月もしくは 5、6月には会社が立ち上がる、ここで雇用が生まれる。でここの立て付けはですね、まあ逗子の皆さん、その電気代これで安くなるからこっちどうですかって言ってもおそらく反応しないんじゃないかなとこう思いました。で補助金のじゃない、売上の 1% は逗子市の福祉もしくは防災、そういったところに使っていただけるという、こういう制度ならば市民の方々もじゃあ同じ電気代払うならその地域で電気をあれしてやってくれる会社に頼もうよっていう、こういうふうになるんではないか、こう思ってですね今動いていただきますけど、こうやって地域に企業が誘致でき、そしてお金が回っていく、そこには雇用も生まれていく。もう一つは今医療データが匿名化して、加工すると使っていいという、こういう法律になってまして、例えば国保のデータを加工して、それは製薬会社ですとか医療関係機関がそういうデータを今やっぱり必要としています。そういったものに逗子市のデータも出せるようにしよう、こういうので今一つは動いています。これにはまだいろんな国の問題もありますし、個人情報保護法の関係もありますし、クリアしていかなきゃいけないんですけども、こういったデータを逗子の中から発信できるようにしようと、こういうのを今動いています。もう一つは働き方改革がさらにこう進んでくるとですね、逗子はやっぱりこう程よい距離、ワーケーションという言葉、働くワークとバケーションの造語でワーケーションというのが今ありまして、和歌山とか軽井沢とかいろんなところがそのワーケーションにいろんな取り組みをしているというのがあるんですけども、もうまさに逗子はいざとなれば仕事も東京まで走れるし、普段はここでもできる、まあ、働き方改革、それからテレワークの状態が進んでくるとですね、逗子ならではの働き方っていうのはこう生まれてくるんではないか。今これはもう分科会ができまして、この間も研修会やりましたけども、今動き出してます。まあ、こういって逗子を一つ題材にしながら、いろんな企業の方々にお力借りながらこうやろうとして動いてます。まあ、これも今本当にこう活性化してきまして、まあ職員は大変ですね。今まで市の職員はもう自分の方から発注することはあっても話を聞くっていう体制ないもんですから、もうそれが企画の方にはもうじゃんじゃん電話が行き、いやー行ったらどうしようこうしよう、今まではもうそれ計画はありませんっては断ってられたのが、聞かなきゃいけない、聞けよっていう話にしてますから、職員はもう目ぐるぐる回りながらもやってますけども、本当に変わってきました。まあこういったことからどうやってその逗子に企業を呼んでこれるかということで今挑戦をしております。まあ、あとは本当に、元気な高齢者を目指そうという運動にしてまして、これは葉山町の町長がですねお話伺った時に、県下一番葉山は医療費が少ない、要は健康な町なんですとこれを自慢されてまして、悔しかったですね。まあ皆さん葉山の方もたくさんいらっしゃいますけど、葉山の隣の逗子が
24番目なんですよ。33ある市町村のうちの24番目で、隣の葉山が一番で、これが愛川町でお医者さんも少ないし、あ、とにかくここなんだろうなと思うところが一番っていうのはあれなんですけど、葉山町一番、逗子は23番だ4番だっていうと 5万円違うんですよ。5万円、5万かける1万5000で7億5000万違ってくるんですよ。この医療費が元気になることで抑制になるならば、これだけでも財政は変わっていくと。こんな思いから元気な高齢者を目指そうとこうやってますけれども、先ほど地域電力に僕大変に期待しているのは、そういった時にその 1% の売上のいただいたものがあるとするならば、行政って金勝手に使えないんですよね。もう議会の承認を得て予算やらなきゃ、何しなきゃっていう。そうすると本当はこうイベントやって、まあ、簡単には昔ならば伊藤省からテレビとかハワイ旅行ってこんなイベントで盛り上げたいと思っても、そんな金なんか出るともないですから、そういったところにも例えば地域電力の方からいただいたお金なんかがね、こうみんなが元気になるためのこう若々に使えるなら、これは面白いと思ったりしてるんですけど、まあ、いずれにしても健康でその元気な街をなんとか目指していきたいと思っています。まあ、10分になりますので、終わりますけども、一つ吉報をご報告します。もう財政再建するのにどうするかと思った中でも一つは、ふるさと納税が逗子はマイナス1億2000万ぐらい、要は入りが去年までですと7500、600万で、出が1億5000万なんですよ。その7500万、入ってきても、その7500万そっくりがこう税収にならなくて返礼品にこう使いますので、半分が経費。そうすると純粋真水で使えるのはその7500の半分ですから、差し引きすると1億2000万ぐらいがマイナスなんですよ。お金がないところにまたふるさと納税取られてるんですよ。これをとにかくなんとかしようと、もう商工会にもお願いしました。観光協会が、あと町内挙げて今いろんな動きしてるんですけど、なんとですよ、12月1ヶ月で7147万円入りまして、今合計で1億2000万まで来ました。いや、もう職員も一生懸命やった、いろんな方々がいろんなことをやって、そのふるさと納税を声かけていただいたということだと思うんですが、その中にやっぱり、藤屋さんがですね、葉山牛ですごい金額をの寄付を頂戴しました。今ふるさと納税の12月の、1、2、3位を言うとですね、1位鈴木英人さんの絵がですね、2100万円の寄付を集めました。それで2位がですね、マリンボックスっていう海の関係やってるんですけど、ここが1300万集まってました。で、なんでマリンボックス海がそんな集めてるのっていうと、多分市外の方がお客様、それでそこの、免許を取るための費用にそれが使えるとかですね、ふるさと納税が使えるとか、いろんなそういう仕掛けをやったらですね、1300万、3位が990万で、富士屋さんお肉というので、本当にこう1年かかって集まった金額が、本当にもう今回は12月だけで7000万超えしてですね、今また電子感謝券というこういうスマホに登録できるのがありまして、それは市内のあちこちのお店がエントリーしてもらう、そこで現金として使える。市の職員もですね、ハンコ屋さんに行って名刺を作るときに使ってきましたってこう言ってましたけども、まあそうやって市内のお土産として返礼する以外に、来ていただいて消費していただくためのそういう通貨券もふるさと納税の中入っているものですから、僕はもう物品でお返しするものと感謝券でお使いいただけるようにする、この2本立てで行くならば、まあなんとか税収も少しはアップできるなと思って企んでおりまして、これにはぜひ皆さんからも声をかけていただきたい。逗子にお願いねと、こういうで、逗子の方はですよ、
寄付はしないでください入ってくるけど税率法というとこれまた差し引きが厳しいものですから、まあ、いろんなことで本当に2年目入りました。いよいよここが自分にとって正念場と考えておりまして、本当にこう選挙の時から申しておりましたけれども、2年で方向性はお示しする、こういうふうに偉そうに豪語していました。その2年目が今来たもんですから、やはりこの町にどういう企業、事業、産業を起こしていくかということを考えながら、またふるさと納税等では出るものを上回るその税の収入、これを起こしていくことで町も元気になると考えておりまして、よろしく一つご協力ご支援のほどお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから今年葉山地域をさらに活性化し、地域の魅力を引き出していくのかというテーマでパネルディスカッションに移りたいと思います。進行は浅尾圭一郎です。よろしくお願いします。皆様こんばんは。こんばんは。パネルディスカッションにご参加いただきましてありがとうございます。実は朝来る会としては初めて行うパネルディスカッションでありますけれども、本当に多くの皆様方にお集まりいただきまして、私もワクワクしているわけでありまして、今日はいろんなことに取り組んで、来ていられる方、もういろんな実績を残しておられる方も多くいらっしゃいますけれども、今年の私のテーマはですね、できるだけ、いろんな地域で、活動している方の活動を広めて、それでもって、またそこから何ですかね、新たなアイデアをいただくということが必要なんじゃないかなというふうに思っていまして、これからパネルディスカッションに入りますけれども、もっとちょっとパネルディスカッションを進める上で、皆様方にご理解いただきたいことを申し上げますと、今、国がですね、地方創生とか、いろんなその地域の魅力を高めるという話をしてますけれども、これなんでだと思います？まあ、簡単な話でありまして、国にお金がないから自分のことは自分でやってよということなんだろうと思います。で、その上で、まあ、身も蓋もない話をいたしますと、今日は桐貝市長がお越しいらっしゃいますけど、多分今、水谷さんもよくご案内のことだと思いますけれども、都市と都市の間の競争の時代になったのかな。だから今お話にございましたように、逗子の方はよそに寄付しないでくれと、でもよその人は寄付してくれ、それでも勝手な話ですよね本当は勝手な話なんだけど、まあ、都市と都市の間でそういう、競争の時代に入った。でそういう中で、どう魅力のある町を作っていったらいいかということを、それぞれの方にこれから伺ってまいりたいと思いますので、少しの時間になりますけど、どうぞよろしくお願いいたします。今私も皆さんと一緒に座って、進行させていただきたいと思いますけれども、最初に水谷さんが逗子とはだいぶ条件が違う島根県、あるいは海士町も先ほどお話がございましたように、特に海士町は、350人ですか、外から人を持ってきた、都市との間の競争では、まあ、まさに勝ち組ですよね、多分。逗子でその規模って言って2000人で350人です。そうです。ということは逗子でいうとその25倍だからすごい人口が増えると、まあ、ということなんですけど、それを実際にやられても、でも多分いろんな課題があるんじゃないかなと。あるいは島根70万人人口減っちゃったよっていう中で言うと、まあ、ありていに言うと逗子と葉山の方に持っている魅力をもっと活かせんじゃないのっていうことも含めて、ちょっとその辺の話をしていただけると。要するに海士町ももちろん魅力あるんだと思います、島根もあると思いますけれども、首都圏に近いといった部分も含めて、少しお話しいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。はい、前麻生先生と話をしているときに、水谷さんなんで島根なんて難しいところで縁もゆかりもないのに一人で飛び込んでやってるの、その時にお答えしたのは、逗子はなんでやらないの、まあ、やるというのは何でもいいんですけど、やっぱり逗子は全国で見るとやっぱり恵まれていると僕は感じます。島根県にはもう産業基盤もあり、弱いですし、観光も出雲大社は頑張ってますけど、もう伸びしろはないわけですよね。なのでそういう意味ではもう人の流出も、仕事を作ることができない、
観光という外貨を獲得する可能性も低いというところで人は集まるのかという、まあ、ある意味で言うと社会実験上として島根が一番私は、まあ、面白いと言いますか、という可能性を感じたということが原点です。そういう意味では逗子は私が先ほど最初に自己紹介したように、なんで私は逗子を選んだんだろうかと、まあ、いうことほど魅力が私はやっぱりあって、東京で働けるけれども自然の緑が家のリビングから見えるところで住むことができ、水揚げ漁港がありですね、まあ、みたいなことはものすごく、自然というだけではなくて東京に近いということであったり、その手前に横浜があるということであったり、逆に言えば隣の鎌倉という文化で、立っている地域とはまた違う味を出すこともできる、魅力や可能性を、まあ、すごく、感じる街だというふうに多分体で感じて、私は引っ越してきましたし今でもそれを感じています。ちょっと一つだけ、ご紹介をしたい、この仕事があるなしという話であります。もちろん企業誘致できればいいですけど、企業誘致も全国合戦で、全ての地域が企業誘致を、まあ、1770自治体全てが企業誘致を一生懸命やってます。まあ、この戦いの中で、今私はちょっと一つ、可能性としての事例で、海士町という島はですね、もちろんそんな、給料の高い、大きい会社は一社もありません。そこに350人トヨタ自動車を退職してリクルート社を辞めて移住する人たちが続出する。これ何をやってるんだろうかということを見たときに、彼らは、ね、一様に言うのは何々の仕事があったから来ましたではなくて、海士町という島でこれからの社会の在り方を考えてみたい、もしくは学んでみたいという大人の留学なんですよね。で、海士町というところに行くといろんな、先人たち、飛び込んだ先人たちはみんな面白い挑戦をしている。でも聞いてみると給料は全然高くない。でもまあ家賃も月間2万円ですから家賃安いね、家2万円ですよ。ただコンビニがないので食料ちょっと高いですけどねコンビニがない島ですから。で、今この島で雇用を作る、雇用というか仕事をどう考えているかというと、官も民も全部ひっくるめて島の人事部というのを私、作ろうというふうに思っていまして、ここで、外から来られた方、もしくは U ターンで帰ってこられた方は、1個の仕事で週5日間、40時間、給料20万円を確保するという仕事の単位で見たら、それは海士町にはありません。けど、月曜日の午前中はみかん作りをやり、月曜の午後は、島の高校生たちの、伴奏をし、で週に3日は役場で働き、こういうふうにですね、自分の中で稼ぎの仕事と、やってみたい挑戦したい仕事と、もう一つは学びたい仕事、ウィルとキャンとマストみたいなもんですかね、という仕事を組み合わせて働くということができるような、海士町の協同組合雇用というの、この前、12月に自民党の細田さん中心に細田法案というのが通って、こういう可能性が出てきました。働き方改革というのは、残業減らしというよりは、こんな働き方ができたら夢のようだ、一個の仕事しかしていけない時代は、まあ、逆に言えばもう終わった。挑戦したい仕事、学んでみたい、学びながらする仕事、この2つは給料低くてもしょうがないですよね。で、稼ぐ仕事が週に 3.5 日あって、まあ、いうようなことがこれからはできるような時代になるので、海士町は日本で最初に、この3つの働き方を役人も含めて、自分たちで選べる地域づくりというのを、しようと、それを司る組合を島の人事部という名前で立ち上げようかというふうに、まあ、細田先生ともちょっと話を始めているところでありますが、
私、逗子のさっきの市長の女性のというのはものすごく共感をしています。逗子に住んでいらっしゃる方、もしくは、ここ20年ぐらいで来られた方は、やっぱり教育と仕事のバランスということをすごく考えていらっしゃる、とても能力の高い、意欲も、高い、女性たちがいますが、その女性が週に5日東京で働いていた時と同じような給料をもらえて、大きな会社で働くことは逗子では難しいかもしれないけれども、さっきの海士町のような働き方は実はできるようになる。でそういう可能性が、逗子というのは東京的文化といいますか、競争文化と大きいものが強いという、本当かなっていうものと、いやいやそれだけが幸せじゃないだろうという、両面を両立することができる立地であり、ブランドであり、人々の、市民の方々のそういうポテンシャル、可能性が、高いということにおいては、他の地域とは群を抜いて私は違うな、まあ、いうふうに思っておりまして、雇用仕事というのも一社一つで、やるという時代はもう車もシェア、今洋服もシェアするような時代になりましたけど、本当にこのシェアという一個である必要がなぜあるのかっていうことで見直してみると、仕事もこういうふうに多重で出て、ちなみに私は4つの仕事を今シェアして、私の中でも挑戦したい仕事と稼ぎの仕事かというのを分けながらやって、こういうことが女性の特に感度の高い人たちは特にこういう欲求が強くて、これが本当に実現できる可能性を私は逗子には感じています。ありがとうございます。逗子に大変大きな可能性があるということを言っていただきました。お隣に座っておられるのは石井さんで、葉山でいらっしゃいますが、今日皆様方のところにお配りした新聞のコピーには、磯焼けの海、まあ、これ身が詰まってないやつですね、宝を大変するということでありまして、実は新年賀詞交歓会でですね、この鎌倉と逗子と葉山には、漁業協同組合が4つありまして、まあ、いろんな形、今日は逗子の大谷組合長もお越しいただいておりますけれども、新年 それぞれの組合にお邪魔をさせていただきまして、実は鎌倉漁協、ここは唯一漁港がない漁業協同組合、他のところは漁港があるんです。港がないということは、まあ、これちょっと余談になっちゃうんですけど、港がある漁業協同組合の、ところはですね、まあ、大きな船でもって、さっきの水谷さんの稼ぐ仕事ということで言うとですね、スリープ船だと売り上げが安定する場合もある。だけどその鎌倉漁協はその釣り船ができないんです、ね、港がないから、そうすると当然取れるものでしか、やっていけないということです。実はそこで女性の漁師さんが何人かいるんですが、今女性っていう話、その女性の漁師さんからですね、うちも鬼で困ってんだよと、何とかしてくれないと、何をしてほしいのかっていう話があって、実は取ったやつを潰さないといけないと、でも潰してると時間が取られちゃうという話があってですね、まあ多分石井さんのところは潰されたのが来てるんじゃないかなと思いますけども、誰かその勉強っていうことでですね、上山口に行ってその週に1日ぐらい、何しろ月に2日ぐらい、潰すことをやってくれると多分その喜んで運ぶと言ってましたんで、まあ、そんなことも含めてですね、今石井さんがやっておられるお仕事、この間ご本人はあまり宣伝がお得意じゃないかもしれないので、私の方で会員に宣伝させていただきますと、松坂牛のランクを超えたっていう話もされておりまして、だから松坂にふるさと納税するよりは逗子か葉山にふるさと納税してあげるともっといいのが出てくる可能性があるんじゃないかなと思いますけど、その事業を地域でやっていく中で、少しここの部分は、他の人に手伝ってもらえることによってさらに地域と交流が深められるのかどうか、もし分からないと教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、先ほど逗子の市長の藤谷さんにふるさと納税早まりを使ってもらっているんですが、藤谷さんは最近仲良くさせてもらってまして、なんで葉山の肉屋さんじゃないんだと、逗子なんだって言うんですけど、僕やっぱ地元、やっぱ葉山、逗子だと思ってですね、その中で、
どうしても富士屋さんとタッグを組んで、盛り上げていきたいなと。でそのためには葉山牛、皆さんご存知かもしれないんですけど、霜降りで、脂がいっぱいあって美味しいと思うんですが、今、だんだん高齢が進んでいく中で脂が結構懸念される中で、その葉山牛、確かにブランド一流になっているブランドかもしれないんですけど、時代は変わってるんですね。やっぱお肉の作り方も変えていかなきゃいけない。その思考に合ったものを、好まれるものを作らなきゃいけないって考えた時に、やはり霜降りに頼らない美味しさの牛肉を作る、やはり赤身と脂の甘みのものをバランスよく入った肉を作るっていうことですね。それを、この近年ずっと研究しまして、やっと、自分の思うような製品ができるようになりまして、今まではずっと自分はもう霜降りにこだわって、もう大会に出れば絶対上位を取るぞと、そういうような意気込みでやってたんですが、今はもう大会より食べてもらった人が笑顔になれるような牛肉を作りたい、そういうふうに今考えて作ってますね。でやはりその牛、美味しく作るためのコツなんですけど、長く飼うっていうのがコツなんですね。でやはりあの餌を食べさせていく中で長く飼うというのは経費もかかりますし、すごいリスクも高くなる。だけどその長く飼えるコツっていうのは、牛を健康体であれば、牛は元気よく、自分が決めた月齢まで元気よく育ってくれる。そのための、一つの、うちの何て言うんですかね、何て言うんだろう、餌の中に入っている、隠し味ではないんですけど、乳酸菌ですね。腸内環境を整えた上で、無臭の牛舎で、臭くない、糞をして、環境を整えた上で、腸内からちょっと健康になってもらって、少しでも長く飼って美味しさを、なんていうんですかね、美味しい牛肉を作る技術を確立できました。でその乳酸菌が入った糞ですね、先ほど言ってたこのウニと混ぜたんですけど、その乳酸菌が入った糞がすごい力を持ってまして、通常の牛の糞って、堆肥化するのに半年かかるんですが、うちの堆肥は2ヶ月で堆肥になっちゃいます。それもスーツで堆肥を触ったりしても一切匂いはつきません。そのくらい無臭の堆肥ですね。でその堆肥をまたできたものをもう一回牧場の、おがくずと混ぜて牛舎に戻したんです。戻し堆肥っていうんですね、僕たちの用語で戻し堆肥、要は、糞も乳酸菌入ってます。だけど牛が寝る牛床にも乳酸菌入ってます。分解速度がものすごい速いんですね。そのため、よくうちに来られた方は、どこで牛飼ってるの、匂いがしないって言います。皆さん大体牛飼ってるイコール動物イコール臭いと思うんですけど、匂いがしないんですね。でよくなんで臭くないのってよく言われるんですけど、なんで臭くなきゃいけないんだって確かにそうなんです、やはり健康な牛からは、いい体位ができ、そのいい肉もでき、チームが笑顔になれるような牛肉になれるなと思って、まあそうですね、逗子のこれから、まあ、スーパーさんとの商談が決まってますし、これから地域の方に、逗子葉山の方に食べてもらえる日がだんだん来ると思います。でまた堆肥の方を、先ほど先生が言った、鎌倉の方もですね、もし何か要望があればいつでも手伝いますので、お声掛けをいただければ幸いです。潰す人を皆さんの中でボランティアをしてすると潰すのは結構時間がかかって大変だと、三浦市の方で本当はそのウニにキャベツかなんかを食べさせて、身が詰まるとこれ売れるんですけど、身が詰まってないんで、売れない、でもその売れないものを潰してると、まあ、それこそ時間あたり の収入が減っちゃうという、そういう問題があるんだっていう話をしてましたので、そこは先ほど申し上げたように、多分うまくこう地域にアピールをして、地域の中でその手伝っていただける方が出てきてくれると、今のその私も初めて聞きましたけど、匂いのしない堆肥とかっていうのは、それこそそれもまたもしかしたら島根に持っていかれると向こうでも使えるかもしれないですし、向こうの方にはきっと身が詰まってると思いますけど、殻は出るでしょうから、そういう使い方もあるのかなと思います。ちょっと横入りで、実は海士町もですね、沖牛という事業が、主力事業で、
やっていて、ここもですね、主力事業が岩ガキと沖牛なんです。で、岩ガキは成功して出てるんですけど、岩ガキの殻、これを堆肥にするので、沖牛をやってるんですよね。でも同じで岩ガキの殻はウニより硬いのでものすごい手間でまだ採算ベースに乗らないんですが、もちろん2300人しかいない島なのでボランティアなんて全く人手不足なので全く出てこない中で、今高校生が沖道前高校という高校の高校生がこれをどうやって安く早く堆肥にするかという探究を自分たちの学びとして挑戦をしてます。高校生っていうのは、まあ、児童労働じゃないのであれですけど、高校生たちが本当に社会で何かを挑戦してみるっていう原体験を学校の教師じゃなくて街の中でやる、これが沖道前高校のちょっと変わった学校で、これも有名な学校なんですけど、生徒の半分は、都会と海外から集まってくる、まあ、全国で一番倍率の高い公立高校が一度廃校になりかけた小さい高校です。私そこの学校 の学校経営をやってるんですけど、そこは全国から都会から海外から人が集まってくる理由は学校の中の机上の空論じゃない、実社会の街の中で、ちょうど箱庭サイズなんでみんな知り合いですよね。でみんな大人が協力してくれるんです。お前やってみろやってみろいいじゃないか、失敗してもいいんだいう、この空気感で子どもたちが挑戦をし山ほどしています。その挑戦をもとに今は栄養入試というそういうスタイルの、入試があるので、それでそれこそ隣にいたとかっていう子が出てくるような、実社会の箱庭の中で高校生たちが挑戦をして岩ガキをどう潰して堆肥をビジネスとしてできるレベルでいくのかというのをボランティアのいない中高校生が挑戦しているという、まあ、そんなのがちょっとあったので思わず口を挟みました。ありがとうございます。大変実際に見てこられた水谷さんならではということだというふうに思います。で今お話がありました